the Yashu in my head. Shabarau, you got shabarau, no, 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 thank you.
いします。イエイ、誰の誕生日とか関係なく俺はファッションだ、はい、俺はファッションのステージやります。だけど曲だけは知らない曲をやります。そんなわけで今日は全曲カバーをやってるんですけど、コピーか、コピーやってんだけど、何のコピーか分かってるかな。きっと分かんない曲ばっかかもしれないけど、なんだろう、まあいかになんかこの辺の方が俺がパクってるかっていうのをみんなに知ってもらえたらいいなと思ってます。意外となんかこれが俺のルーツですね。それで、で、まぁ、ちょっと一応自分のライブとしての話させてもらうと、実は今日、まぁ、いつもなんかライブやるごとにフリーペーパーっていうのを配ってたんだけど、それが今日で一応100号になりまして、ボリューム100号。ボリューム100にふさわしく、全曲コピーなんでよろしくって感じですね。みんなもうもらってくれたかな。もらってない人は、今から配りたいと思うんで、はい、よかったらもらってください。よろしく。じゃあ、マジで行くわ。そうすな。イエーそれなんか100号目ってことで、まぁ、ちょっとなんか本当はなんか特別なことやりたかったんだけど、ちょっと時間がなくてできなかったんで、まぁ、ボリューム1に最初の、一番最初の1号目も一緒につけて、配ります。まぁ、なんかちょっとこう成長したのかしてないのか見比べてください。よろしく。はい、行きます。この沈黙の時間どうするんだよ。よっしゃー、これはすげー、もう目がもつぼしだよ。ここ持っておきます。欲しい、欲しいって。終了、終了。確かにない想定だ。客いない想定だ。ありがとう、本当に。なんかこれ、いつも言ってんだけど、フリーペーパーっていうのは、作ったわけじゃなくて、人の手に渡って完成なんで、やっとなんとか完成できて、ありがとう。そうだ、そう。今日は、バースデーイブっていうことで、まあ、その今日の主役の方とはもう俺は自慢じゃないけどですね、ぴったり10年と5日誕生日違いです。ぴったり10年と5日違いです。だから、まあ、だからあの人の年齢から10歳引いてもらえば俺の年齢が出るっていうことね。あ、そうだ、それと言い忘れたんだけど、気づいた人もいるかもしれないけど、今日はちょっとやれないけど、まあでもあの歌詞にもあるように、本当ジャスターヒーローっていうアルバムを1986年に聴いて、もうそっから本当俺の音楽の旅っていうのが始まりましたんで、まあそういう意味でも今日は本当になんか楽しんでいきたいと思います。そうそう、それで、もう気づいた人もいるかもしれないけど、まあ、あの人のバースデーイブということで、まあ、俺なりのなんか愛情を込めて、俺はもう思いっきり、背の大きい人のコスプレしてみました。気づいてくれたかな、どうかな。これ6時台。まあ、そんな日に集まってくれた、お前らに捧げる曲だぜ。ブギー。風を
Thank you.